皆さんこんにちは、畑明美男です。レッツボトムアップ、この度はですね、皆さんもご存知のように日本サッカー殿堂入りを果たしました木村和司選手についてですねお話をしたいと思います。木村和司さんはですね、実はですね、僕の大先輩に当たるんですよね。まあ、広島県、大甲フットボールクラブというね、まあ、総監督、今はですね、浜本俊勝先生の、教え子でもあって、僕もその浜本先生の教え子で、で、浜本先生という方が、今僕がいろいろ全国で話をしているボトムアップ理論のルーツになられた方なんですよ。そのルーツの中からの第1号の教え子である木村和司選手がですね、今回日本サッカーの殿堂入りを果たしたということです。木村選手はですね、大甲フットボールクラブから緑町中学、そして広島健康、そこから明治大学、そしてそこからね、日産自動車にね、今でいうミスターマリノスですね、マリノスの10番、そして日本の10番をつけた選手ですからね、エピソードをね、いくつかお話ししたいと思います。なんで木村選手がもうそのようなもう世界的に偉大な選手になったかってことです。僕は本当にね、小学校の時からですね、よく面倒見てもらったんですね。木村選手今62歳、僕も55歳ですから、まあ、7つしか違わないんですけども、でも学生の時にですね、大甲フットボールクラブっていうのは中学校高校になると後輩をね、自然にこう教えに行くっていう、そういった風土があったんです。ですからよく僕たちも小学校の頃はね、木村和司選手がですね、健康時代僕たちを指導しに来てくれてたんですね。で、木村選手のやっぱりエピソードというと、まず木村選手っていうのはね、小学校2年生1年生2年生の時にね、なんかね、滑り台の横から海外からちょろっとね、練習見てたらしいです。雨の日もね、風の日も、浜本先生がね、練習ちょっと見てみるかっていうので、それがね、最初のきっかけらしいんですよね。そこから始まっていって、で、僕もね、練習見た時に浜本先生に、あ、いつも練習見てるね、どう、練習参加してみるって言われて、いや、靴も何にもないんですって小学校2年の時に確かに言った覚えがある。そしたら、いいんだよ、そのままで、今日今やってごらんって言われて、やったその日が楽しかったんですよ。あ、じゃあサッカー明日から来ますって感じ、だから本当にフレンドリーで、その浜本先生っていうのはこうすぐにこう仲間に入れていくっていう、まあ、ある意味ボトムアップですよね。理論を説明して、ここはこういうクラブだからね、こういう規則があるよって普通言うじゃないですか。そんなこと言わない、一緒にサッカーやってみないかっていうね、まずはやってみようっていうところからね、やられてる。でもその中から木村和司選手がスタートしたわけですよね。僕もね、浜本先生によくエピソードをね、こう聞いてたんですね。で、例えば小学校ね、6年生ぐらいの時でも、木村和司選手の特徴っていうのは、まあ一つはフリーキックがあるかもしれないけど、一つはね、奇想天外なプレーなんですよ。相手をね、広島弁で言うとね、おちょくるって言うんですよ、おちょくる。このおちょくりながらサッカーを楽しむっていうのが木村和司選手の、サッカー感なんですね。要はね、遊びの延長なんです、サッカーって。だから常に遊びなんです、サッカーっていうのはね。だからこういうエピソードがあって、試合中の時にセンターフォワード木村選手が小学校6年生の時やっててね、動かないらしいんですよ。だから動かないから、監督として見ればですね、浜本先生もね、おい和司、なんで動かないんだよ。木村選手がですね、小学校6年生ですよ、パーッとね、浜本先生の時ね、先生、なんでそんなこと言うんですかって言うわけですよ。いや、お前動いてないじゃないかって言ったらね、相手を騙してるんですって言ったらしいんですよ。要は何もしてないような状況を見せてて、そこからいいチャンスの時にパッと動くんだっていう、そういう感覚なんですよ。だから監督も騙されたって形です。要はサッカーでそうなんですよね、騙し合いですから、相手に見破られたらわけです。だからサボってるように見せといて主導権を握ってるっていうね、これなかなかね、小学校の時にそういう感性を持ってね、やるってことはないんですよね。基本的にそのね、練習もね、好きじゃなかったです。木村選手もね、走ることも好きじゃないし、でもそのおかげでね、ボトムアップのキーワードもね、量より質っていうのを大事にされた人ですよね。だからいつもいつも動いているんではなくて、やっぱりタイミングのいい時、ここだっていう時にやっぱり質のいい動きを起こしていくっていう、昔はね、動け動けってね、よく言われたもんですよね。もうそういった感覚ではなくて、本当未来のなんかこうサッカーを
もう小学校の時にもう実際にやってたようなそういう感じなのかなっていうふうにね思ってますよね。で教えに来てもらうじゃないですか。まあドリブルがうまくてね取れないんですよ。でも取る方法が1個あったんですよ。木村和志選手のボールを取るんじゃないですよ、木村選手の足を蹴りに行くというね。そうすると、ね、木村和志選手本当に怒ってね帰るってね帰って行ったことがあるんですよ。でみんなで家まで追っかけて先輩すいませんってね謝りに行ったエピソードがあります。それぐらいみんなでね寄ってたかって言ってもねボール取れなかったんですよ。あとはですね、僕たちが広島観音時代に全国大会選手権でね出てました。で横浜にねいつもその宿泊を取ってたんですよね。木村和志選手はですね毎日夜来てくれたんですよ宿舎に。あの1回目の時は木村和志さんの方からいろんな話をしてもらったんです。で、もう2回目3回目になってくると和志さんの方もですねあの質問形式にしようよと、要は選手が質問したことに対して答えてくれる、うん、選手がねこういう質問したんですよ。横浜のグラウンドで、風が非常に強いグラウンドに次はなると。で風下になるってなった時って木村さんはどのように考えてましたかという質問。やっぱり風下、風上ならいいですよ、どんどんねボールを前に飛ばしていきながらスピードよくいけるんで、風上になってくるとねもう押されっぱりしたらね、なんで風上がその不利なのってこういう考え方、風上を利用するっていう考え方ないのっていうことなんですよ。要は風上だろうが風下だろうがとにかくそれを利用していくっていう、ここがないとダメだよって遊ぶんだよっていう考え方ですよ。あの他にはですねサッカーって何が面白いですかってなったわけですよ。そしたら君何が面白いのってなるわけですよ、うん、いやサッカーって点を取ることだったりとか、勝つことだったりとか勝利することだったり、こういうのあそうなんだ、僕はねおちょくるのが面白いんだっていうわけですよ。要はサッカーって、騙し合いのスポーツなんだと。要は社会では人を騙すことはできないけども、でもピッチの中では相手を騙すことが、要は相手の嫌なことをするっていう、こういうキーワードでサッカーやってごらんって。そうするとね腑に落ちるわけです。サッカー以外の場合では人の迷惑をかけることはやっちゃいけないけど、サッカーっていう試合の中では相手の嫌なことをすればいいんだ。ボールを持ってる時の攻撃も嫌なことをすればいい、守ってる時も相手が嫌だなと思うことをすればいいってなってくると、サッカーの面白さって本当にね相手をねおちょくるっていう、こういうキーワードなんですね。あとはねこんな質問もありました。壁に当たった時ってどのようにクリアしてましたかっていう質問もあったんですよ。そしたらね、木村選手がこう言ったんですよ。壁なんてないよってやったんですよ。壁って勝手に自分で作ってるんだろ、限界の壁で。これもまた子供たちに、あなるほど、壁って自分が勝手に作ってるんだ、もうそんなものなんじゃないんだ、よく木村選手も言う、わがままじゃダメ、でもわがままにやればいいんだよっていうね、いうのねものすごく言われてましたね。わがまま、わがままじゃないですよ、わがまま、自分の思うがままにやりなさいっていうことです。サッカーって本当に思いやりと自己表現、これはあの恩師の浜本先生もよく言われる、サッカーって思いやりと自己表現だ なんだよっていうことをねよく言われてました。いろんなねアドバイスに親身になってね本当に答えて、くれてました。でもう一個あったのはね、じゃあ木村和選手あの日産ではボトムアップ入れれますかって言ったんですよ生徒が。おすごい質問言ってきたなってそしたら和久がない、いや畑先生がやられてるように全部は入れることはできないかもしれないけども、何か入れれる部分があるかもしれない、選手をちょっと主体にしながらプロの世界の中でもね、うん、少しそういうものをね入れてみてみるっていうふうに、なんかそういう感じで終わったんです。その質問、じゃあその後ね何を入れたかって言ったら、キャプテンを選手で決めらしたらしいんですよ。面白いですね。誰になったのか、中村俊輔になったんですよ、これキャプテンね。で木村和さんね、中村俊輔選手を操れる説明書を持ってるのは僕だけだって言ってましたねなるほどなと、ああいう本当にまた中村俊輔さんのような素晴らしい選手の取扱書なんて持てる人ってなかなかない、それを俺は持ってるんだ。ですからまあね、そういったあの本当に子供たちに対してもですね親身になって答えてくれたりしてですね、わけ隔てなくね、こう答えてくれたりとか、本当にサッカー好きなんだなっていうことだって、あと物の考え方ポジティブに考えようよって、あんま深く考えるポジティブ考えよう、サッカーって遊びなんだよ、サッカーってゲームだよっていうね、そういう風土をね持ってる。だから世界的なプレイヤーになれたというのは、そんなにねああだこうだって理論的にではなくて、やはり遊びの感覚でやってるから、あそこに技術と知識を持たれてたので
日本サッカー殿堂入りに入るような選手になったのかなっていうふうに思いますよね。まあそういうようなね、あの僕たちの大先輩でもあるんですけど、今回はですね本当にね日本殿堂入り、本当ねサッカー殿堂入りおめでとうございます。僕ら本当後輩としてね、もう本当にもう嬉しい限りなんですよね。で僕もボトムアップを発信している中で、ボトムアップ理論のルーツの第1号が木村和司選手なんですよ。もうこれはもうめちゃくちゃ嬉しいですよね。僕の前ではサッカーだったり、またいろんな場面の中で日本をなんていうかな、インパクトを与えるような選手だったり、もしくは企業人だったりをどん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 僕も育てていきたいなというふうに思っています。この度はですね、まあちょっとお祝いメッセージ的なことだったりとか、木村和司選手の昔のことを話をねさせてもらいましたけども、また、まだまだ僕の教え子もたくさんプロの中でもね頑張ってる子もいるので、そういった選手のお話ができればなというふうに思います。今日はありがとうございます。レッツボトムアップ。